マダムガウーマンが、こんにちは、いただきみずです。二十歳です。早速、今日も料理作っていきたいと思うんですけど、今日はどうやらね、スイーツらしいんですよね。Hello everyone! お元気ですか？なかなか海外に行けないけれども、私たちの文化、フィリピンを感じてもらいたいの、ということで立ち上がった企画。おうちでフィリピン、フィリピン料理にチャレンジ！そして今回フィリピン料理にチャレンジしていただくのは映画やドラマ、CM の出演など今年大注目の若手俳優板垣瑞生さんです。よろしくお願いします。ナビゲーターは私ガウが務めます。それでは早速連絡してみましょう。板垣さん、お、こんにちは、ガウです。マダンガウーマーガウ、こんにちは、板垣瑞生です。今日もよろしくお願いします。なんかもうでも仲良くなってきたような気がしますね。今回も頑張ってください。今回挑戦してもらうのはタホです。こちら、あ、スイーツなんだ。あったかい絹ごし豆腐に黒糖シロップをかけたフィリピン全土で愛されている伝統的なスイーツ。現地では庶民の朝ごはんとしてはとてもいい。朝ごはんとして人気があるんだ。レシピはこちら。今回はデザート、美味しくてヘルシーでとっても簡単なんだよ。ではいよいよ料理を始めてください。フィリピンでレッツクッキング、覚えてます？覚えてますよ。タラナマグルとタヨ、はい、まずはウォーツル、水です。そして黒糖で、タピオカの、これ子供ですね、乾燥タピオカちゃんですね。そして豆腐、そして可愛い器、これに乗せたいと思います。今日はカラータピオカの塩です。なるほど、カラータピオカなんだ。どんな風になるのか楽しみですね。早速行っていきましょう。これを入れてまず沸騰させます。ということでちょっと沸騰してきたんで入れていきたいと思います。うわ、ビー玉みたい。このままちょっと弱める。これぐらいで炒める、茹でていきます。40分ね、これ茹でなきゃいけない。皆さん気をつけてください。40分経ちました。うわ、黄身がすごい。こんな感じです。かわいいですね。なんか色もだいぶ変わってきたし、はい、ということでタピオカ完成しました。ちょっと見にくいかな。じゃあ2分の1カップこんなもんです。入れます。黒い色になった。黒糖入れるんですね、フィリピンのことはスイーツも。常温になるまで置いてきます。四角く、あー、いいじゃん、プロっぽい。わー、いいですね。とろみがつくまで煮ていきます。煮ますね。かなり慣れてきましたね。いや、かなり慣れてきましたね。どんどんとろみがついてきましたね。ほら、わかるかな。ちょっと固形っぽくなってきたというか、ちょっととろみが軽くついてきた。豆腐から水気が出る場合もあるんでね、ちょっと切っときましょう。よし、じゃあレンジが鳴ったんで、お、ちょっと人肌程度の温かさですね。楽しみになってきたね。
よし。でもいい匂いだね。確かに黒糖のいい匂いがしてきました。だんだん。よし。シロップを入れますね。先にシロップなんだ。先に皆さんシロップですね。シロップを入れて。盛りついてきましたよ。これだ、いっぱい入れましょう。わー、できた。タホ完成なり。カラータピオカを使うとインスタ映えの仕上がりになるね。早速食べてみて。もちろんカタログタガログ語でいただけます。お願いします。カインナカインナ、いただきます。さて、どんな感じなんだろう。うん、いけるいける、美味しい。これスイーツだね。ここでフィリピンがもっと好きになる情報をお届け。今回作ったタホは漢王朝時代に中国で作られた。タホが中国とフィリピンの文化および経済交流によってフィリピンに渡ってきたことが始まりなんです。中国ではアーモンドシロップを使いますが、フィリピンではおなじみの黒糖シロップを使用し、美味しさを引き立てています。いや、黒糖なのがね、すごい食べやすいんだよね。なんか、日本人の人にちょっと近い感じがする。うん。タホは一般的に露店で売られていて、仕込みは夜明け前に行い、朝6時ぐらいから販売が開始されています。必ず出会えるわけではなく、タホというタホおじさんがよく出没するスポットや時間帯があるため、旅行の際は地域の人に事前に聞いておくと食べられる確率が上がります。ちなみにマニラではリサルパークで毎朝タホを売るおじさん、タホおじさんに会うことができるんですよ。これが安いのよ。露店では10から20ペソ程度、日本円にすると20円から50円。おいしい出来たてのタホを食べることができます。インスタ映えするようなショッピングモールのタホは、まあちょっとですね、割高となっておりますので、そこの方をご注意ください。フィリピンで愛されるタホ、皆さんぜひ現地に行った時にいろんなタホを食べ比べしてみて。いや、パンパンガシシグとカレカレでタホって3つ作ってきましたけど、いや、おいしいっすね。フィリピン、なんかそれがすごく嬉しかったです。だからフィリピンに行ってこの料理を食べてみたいと思うし、またこうちょっと違った味がするのもまた面白いし、タホおじさん会いに行きたいですね。今回ご紹介したのはフィリピン人のみならずみんなに愛されるタホ。皆さんぜひとも作ってみてくださいね。レシピは概要欄にございます。簡単だしヘルシーだしすっごく美味しいですよ。おすすめです。それでは板垣さん、一緒にさよならをタガログ語で言いましょう。さよならはタガログ語でパアラムと言います。せーの。